高木裕太です。高木裕です。お願いします。今回ちょっと持ってきました企画を。今回ですね、これ何かわかりますか？これ。これ何かわかりますかってさ、しこバカにしてる。女もキャップに決まってる。今ですね、はい、このキャップ投げっていうのがすごい流行ってる。はい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 。知ってますか？俺も前 YouTuber の端くれとしてちょっと見たら兄弟とかやってる。おーそうそう。球の石こが考えてる。そうですよ。本当これでなんか変化球とかもいろいろ投げ方があるとか、今回それをちょっとやってみようと思いまして、ちょっとうちの駒田さんが上手いんですよ、キャップ投げが。どうやって握るの？このキャップに対してこう持つ、弾いてこれをこう回転させる。回転させる、まあ、回転させないと推進力生まれないからね。そうそうそう。なので、まあ、こういう風に投げるんですけど、うん、だからこう押し出す時に柔らかいキャップだとへっこんでしまう。なのでコカ・コーラさんのキャップ少しお固めなのでこれ使いたいなと。コカ・コーラいいみたいですよ。お願いします。試しにちょっとゆたかさんも投げてみます。ああそうですね。こういうフォームでない、なんかこういう感じ。本当にはい、こういう感じです。あのネットね、はい、うまくない？あれ、はい、こっちに行こうとしたらこっち行くな。俺のゴルフと一緒やな。あのそういう緩いやつじゃないんで今回。もうやりましょう。分かってる、打つ自信がねえんだよ。これ何、野球とルールは一緒なの？あの、分かんないですよ。分かんない、まあ、なので、この距離で楽しみましょう。そうですね。エンジョイベースボール。エンジョイベースボール。まあ、になるからな、お互いな。おお、いい。早いね。めっちゃいい。もうちょい真っ直ぐ投げたいんですけどね。よかったよ。投げるのも難しいですね、これ。おお。ねえ、引っ込んできたね。俺思うんだけど、それ用のバットがあるはず。ああ、確かに。うわあ。おお、ここだから、ね。あっさり打ちましたね。練習する。あ、練習これ。わあ。もう一つに行きましょう。お。はいはい。でも打ってる。でもお前打ってる。いやいやいや、ゆうたさん入んないですもん。それが入るんだって、もう掴んでる。大リーガーボールだよお前。大リーガーボール。いや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 、大リーガーボール。もう魔球を、俺は大学生も投げてないっすよ、このボールは。あー、今のはいやー、ストライクでいいんじゃない？ここだよ。いや、そっからガン落ちたから。いや、ここで落ちたんすよ。いやいや、ゴンきた。あスイング、アウト。いや、おかしいよ。こんななんすよ。いやいや、止まったじゃないですか、こう。どうかどうか。多分ね、豊さんも投げれるようになって楽しいんだと思う。いや、面白いな、でも。面白いっす。面白いか。いや、一番楽しんでたじゃないですか。一番はしゃいでる。まあ、でもこれ、いい汗かけるわ。お前、今日俺初めて投げたの。こんなお行儀の悪いことしたことない。キャップ投げるまで。でも、まあ、楽しいかも。いや、そうですよ。楽しいっす、これ。ちょ、しっかり投げて、遠征いきましょうよ。殴り込み。殴り込み。すごいっすよ、この兄弟とか。めっちゃ早いんだろうな。いや、めちゃくちゃ早いっす。レベル高いっす、本当に。まあ、そういうことで。試合を申し込むんだったら、言ってこいや。お、お行っちゃった、ね、行っちゃいましたね。まあ、ここ負けでもいいじゃん。負けて悔しいところから這い上がってくる、それが野球です、人生です。こっちから出向くことはできないけど、向こうから来るんだったらいくらでも相手しちゃうと。おお、コメント欄でも言ってくれれば。ああ、そうですね、勝負したいと思う。ぜひやりましょう。待ってるぜ。